NHK 番組の朝一で紹介されたオートミールのご飯化を実際に作ってみました。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは今回は NHK 番組朝一さんで紹介されたオートミールのご飯化ということで、痩せるポイント、そして作ってみたその実際の痩せる効果と作り方ですね、レシピをあなたにもお伝えしていきたいと思います。まず1つ目の項目です。なぜこのオートミールは痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。ポイントは3つあります。まず1つ目です。腸内環境が整うからなんですね。とっても大事ですよね。もし健康的で綺麗に痩せたいというね思いがおありであれば、もうまずは何をさておき腸内環境ですよ。腸内環境がしっかりと整っていれば自然と痩せ体質になることができます。逆にいつまでも腸内環境を乱すようなこと、まあ、生活習慣もそうですよね、食べ物、そういったところから乱れている方っていうのはどんなに頑張ったとしてももう1キロも落ちないとかですね、またはもう1回落ちるんだけれども必ずリバウンドの繰り返しっていう、そのなかなか効果が出ないっていう結果になってしまうんですね。もうそれは仕方がないんです。もともと体質がデブ体質のまま痩せ体質になろうっていうのがまず無理なんですね。なのでまずは根本的な体質を痩せ体質に変えること、その方法がこの腸内環境を整えるっていうことなんですよね。その時にやはりお食事大事なんですけども、今からお話しするこのオートミールというのはこの腸内環境を整えてくれる食材になるわけです。では2つ目です。代謝を促進してくれる効果もあります。大事ですよね。もういくら頑張ってダイエットに取り組んだとしても、そもそもその代謝ですが落ちたままではもうなかなか食べたものをですね燃やせない、力に変えることができないわけですから、もう損してるわけですよね。そこでやはり根本的な基礎代謝をやはり上げていく、底上げです。もうどうしても誰だってですね、放っておけば年齢とともに代謝ってどん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 下がっていきますよね。もう若い頃とは違うっていうね、もう目の当たりにその経験するわけです。もう誰しもやはり感じるところではないでしょうか。でも放っておけばそのままですよね。ただししっかりときちんとですねケアをされると、やはり代謝ってね上げることがまだできますから、そこの一役買ってくれるのがこのやっぱオートミールの力ということになるんですよね。3つ目です。脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があります。もうなんで太るかって、ね、もう脂肪が溜まってるから、もう体脂肪ですよね。もうやはりもうこれ以上まずは溜め込まないことです。そして溜め込んでしまった脂肪をいかにどんどん燃やして減らしていくことができるかっていうのがね、やはりダイエットを成功させるかできないかっていう、その分かれ道になってくるわけですよね。そこでこのオートミールを上手に召し上がっていただきますと、脂肪のこういった蓄積を抑えることができますし、代謝も上がるわけですから脂肪を燃やすことができるんです。では2つ目の項目です。何をということで、今回使うのはもちろんオートミールのみになるんですよね。で実際オートミールもう食べてますという方もいらっしゃると思うんですけども、やはりオートミールも選び方、痩せるポイントがありますから、この動画の最後でそういったさらに痩せ効果をアップさせるための種類であったり食べ方だったり量ですねを詳しくお伝えしていきたいと思います。まずこの項目2つ目の何をの部分はやはりオーツ麦、まあ、オートミールとはね何ぞやということで、もっともっと詳しくオートミールの素晴らしいねダイエット効果をお伝えしていきたいと思います。まず先ほどお伝えした通り腸内環境を整えてくれる食べ物です。でまた食物繊維が多いので、食物繊維に含まれるもう様々なですねダイエット効果ですよね。例えば善玉菌です。痩せ菌と呼ばれるその腸内細菌たちの大好物がこの食物繊維になるんですよね。なのであなたがここで腸内環境を整えるために痩せ菌を含むその善玉菌がたくさん入っている、例えば発酵食品であったりですね、そういったものをちゃんと召し上がって、やっと痩せ菌が入ってきた
ところがですね、その痩せ菌たちがやはりいつまでも元気で住み着いてくれないと意味がないわけですよね。その時にちゃんと痩せ菌たちが大好物の餌、食物繊維を取ってあげないといなくなっちゃうわけです。ですからしっかりと痩せ菌たちを増やす食べ物を食べたら、その痩せ菌たちをやっぱり育ててあげないといけないんですよね。その時に必要な食物繊維も入ってます。でまた太るのと血糖値の急上昇ですよね。やはり何でもそうですけれども、大なり小なり食事をすれば血糖値ってどうしても上がります。上がるものですよね。でも上がりっぱなしだと困るわけですよね。上がってしまうと、その血糖値の、その抑えようとするデブホルモンと呼ばれるインスリンがどんどん分泌されてしまって、このホルモンが出れば出るほどあなたの血液中の糖分が脂肪へと変わっていってしまう、まあ、そういう働きをするホルモンなわけですよね。なのでいかにこの血糖値の急上昇を抑えていち早くなだめてあげるか、よしよしと、もうそんなに頑張らなくていいからということでですね、そのデブホルモンの分泌を抑える必要があるわけですよね。その時にやはりこのオーツ麦でできているオートミールを召し上がることで、その低 GI 値食品ですから、結果その血糖値の急上昇を緩やかに抑えてくれる食品なわけです。なのでそういった点でもダイエット効果がある。でまたタンパク質も取れてしまうんですよね。これ大事ですよ。タンパク質が不足している、もしくはもう全くね、あのダイエットだからということでお肉やお魚とかそういったそのカロリーが高いと思い込んでやめてますっていう方はですね、タンパク質不足になってます。そうするとね、逆に太ってしまうんですよ。なのでしっかりとタンパク質を摂る必要があります。なぜかというと、タンパク質を摂らないと体ができないわけですよね。いろんなあの細胞、体を作る元がタンパク質ですから、しっかりとタンパク質を摂る必要があります。そしてビタミンやミネラルが豊富です。例えばお米であっても、白米のようなもういろんな栄養をそぎ落としてしまったもう残りかすみたいなね、ああいったお米を食べてらっしゃる方っていうのはやっぱりね、ビタミンミネラルがもう足りてないんですよね。そうするとあなたのお体の中で何が起こるかっていうと、栄養不足になるわけです。食べてるのにですよ、食べても食べても全然栄養が取れてないっていうね、すごく損してる食べ方になっています。なのでしっかりと栄養が残ったまま、生成される前のもの、茶色い食べ物ですよね。ですからお米であれば白米よりも玄米だったり、真っ白い小麦粉よりもこういった大粒を取ったり、まあ、こういった形になるわけです。そして白米よりも低カロリーですから、もしあなたがもう白米大好きでもうやめられない止まらないっていう場合はですね、少しずつもう10杯食べるうちのもう1杯からでも良いので、玄米とか、まあ、今回お伝えするオートミールですよね、そういったものに置き換えていくっていうのがとっても大事になってきます。そこからスタートしてみてくださいね。はい、では3つ目の項目です。どのようにということで、今回 NHK 番組朝一さんのホームページを調べてみたんですよね。そこで今回そのオートミールのレシピがご紹介されていたので、あ、これは腸活ダイエット向けだなって思って、実際にそのホームページにリンクが貼ってあるオートミールをですね、2種類私購入してみました。でそれは何かというと、1つ目はこちらです。無添加オートミールのオーツ麦 100% を使用したタイプがクイックオーツタイプです。もう一つはこちら、無添加オートミールのオーツ麦 100% を使用したタイプがオールドオーツになります。この2つの違いはあの大きさになるんですよね。全然大きさがね違うんです。でちなみにこのロールドオーツと呼ばれるのはもうそのまま麦がね残った大粒タイプです。そしてこちらのクイックオーツの方は、あの砕いて細かくね、あの砕いた後のオートミールになってます。でもどちらもあの同じなんですよ。 100g あたり 379kcal、 タンパク質が 13.2、 脂質が 6.5、 炭水化物が 67.7 のうち糖質が 57.3、 食物繊維が10.5
1.4、全く同じです。なので砕いてるか砕いてないかっていうだけで、その例えば栄養価が変わってしまうとかカロリーが全然違うとかね、そんなことはないので安心してくださいね。でまたこのパッケージを見るだけでオートミールの、ね、痩せ効果すごく書いてあるんですけども、まあ、ここですよね。レタス約5個分の食物繊維が取れちゃいますよということで、鉄分、カルシウム、カリウム、ビタミン B1、ビタミン E などなどもう栄養がいっぱいということと、すごく嬉しかったのがもうここです。まず無添加っていうところはポイントなんですけども、安心安全オーガニック原料を使用していますということで、オーガニックですよね、有機栽培ね、オーガニック製品になりますから、もうすごく安心だなと思って購入してみました。でオーツ麦のね、原材料名見てみますと、まあ、アメリカ、オーストラリア、カナダ産ということで国産ではないんですけども、まあ、オーガニック原料ですから海外製品でも安心して召し上がっていただけるなと思って、今回安心してね私も購入してみました。でかなりの量入ってます。1袋でね 900g も入ってるオートミールなんですけども、今回はこの2種類のオートミールを使って、なんとオートミールをご飯化できるっていうね、まるでねご飯のようにふっくらと作れますよっていうことで楽しみにして作ってみました。でまず材料なんですけれども、レシピですね、オートミールのご飯化ということでね、この朝市さんのホームページも載ってますから、あなたももしご興味あったらご覧くださいね。で材料は1人分でロールドオーツが 15g、 クイックオーツが 15g、まあ、同量ですよね。そこに天然水が 50ml、まあ、たったこれだけで一杯の美味しいご飯が、まるでご飯のようなオート麦が作れるということになります。では次は作り方についてです。1つ目、平らな耐熱容器にまずロールドオーツを先に入れます。こうまんべんなくですね、麦そのままが残ってる大きい粒の方ですね。でその上に砕いた後のできたものクイックオーツをまたこうまんべんなくですね入れてください。そして2つ目、その入れた容器全体に先ほどのお伝えしたお水ですねをまんべんなく振りかけていただいて、3つ目、電子レンジ500ワットで1分加熱します。そしてですね4つ目、ここポイントです。この加熱した後熱いうちにほぐしてください。まあ、下がねロールドで上がクイックになっていますが、そこをしっかりとねほぐしていただければ完成です。ではここから私が実際に朝市さんで紹介されたこのオートミールのご飯化のご飯を作ってみました。実演の動画ご覧ください。どうぞ。では最後にここから大切なお話です。実際このオートミールを食べる時のさらに痩せる効果を上げるためのポイントですよねをお伝えして終わりたいと思います。
こちら痩せる食べ方ということで書いてあるんですけども、まず私実際にですね、この朝市さんのこのオートミールのご飯が作ってみました。でそうしたらですね、やはり一つですね、私の立場的に腸活ダイエット専門家の立場としてはですね、その量の一人分っていうのはやっぱりね多いんです。食べ過ぎです。1回の量にしてはやっぱりね多いなって思ったんですよね。なので量に注意です。朝市さんのレシピは別にそのダイエット向きのね量じゃないので、普段の健康でダイエットしてない方が普通に食べるような量でねご紹介されていると思うんですよね。なのでこれがいいんだと思って、私はあの通りホームページに載ってる通りの量と分量と作り方で作ってみましたけれども、実際出来上がったものを見ると明らかにダイエット中の量ではないです。ですから私のおすすめはあの量1杯分をですね一気に食べるのではなくって、せめて半分ずつ2回か3回に分けて召し上がっていただいても十分だと思います。なのであなたがダイエット成功させたいと思っていらっしゃるようであれば、まずは量を加減しましょう。あのまま食べては食べ過ぎです。なので量に注意、2、3回に分けて召し上がってください。そしていくらオートミールがですねダイエット向きということであっても、じゃあねオートミールばっかり食べてたらいいんだっていうわけじゃないんですよね。それはやはり NG です。なのでオートミールを適量食べつつ、そのサイドメニューとしては必ずやはりタンパク質と食物繊維を同時に50-50ぐらい入れてくださいね。例えばタンパク質であれば、大豆製品でもいいですし、お肉やお魚、ヨーグルト、乳製品でも悪くはないんですけれども、乳製品はちょっとねやはり腸に負担をかける食べ物なので、そういったもので小麦も腸に負担をかけますから、そういったのを、ちょっと避けていただいてですね、そのタンパク質をしっかりとること、そして食物繊維、お野菜とかね、ネバネバ食品ですね、海藻類とかです、そういったものをやっぱり50-50半々ぐらいの量で取っていただいて、プラス先ほどのオートミールというレシピだと丸です。そしておすすめの食べるタイミングなんですけれども、やはり1日のお食事の中で朝ごはんかお昼ごはんに1日1回でいいと思います。オートミールばっかりね朝昼晩っていうのは特に取る必要はないと思います。なぜかというと食べ過ぎです。オートミールってですね、やはりオーツ麦ですから炭水化物ですよね。炭水化物やっぱりね少なからず、もちろん白米に比べたらいいんですけれども糖質です。なのでがっつり糖質をね朝昼晩取るっていうのはダイエット向きではないです。なのでポイントとしては私はどうするかというと、朝ごはんかお昼ごはんに、ご飯の代わり、私はね玄米なんですけれども、玄米の代わりに時々オートミールを入れてます。で夜は私は炭水化物はカットしているので食べません。なので玄米も食べませんし、オートミールも食べてません。もうどうしてもお付き合いとかね、外食した時は食べますよ、ありがとうって美味しくねわーいって食べますけれども、食べた後はしっかりねすぐに16時間のオートファジーの断食ファスティングをしたりとか、さっとねリセットできるように心がけています。なのでとっても大事ですから、食べるタイミングはもう夜はやめましょう、おすすめしません。その代わりしっかり朝とかお昼にしっかりとこういうタンパク質とか食物繊維をセットで召し上がっていただきますと、もう全てのトータルバランスが丸になりますから、あなたもぜひ続けてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は NHK 番組朝市さんで紹介されていましたオートミールのご飯化ということで、実際に腸活ダイエットの専門家の私が作ってみました。もちろんいいものです、いいものですけれども、最後にお伝えしました痩せる食べ方を守りながら日々のダイエットにお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。